山も山、道も昔に変わらねえど、変わり果てたる我が心かんな。山も山、道も昔に変わらねえど、変わり果てたる我が心かんな。お盆というのはですね、皆様方大変です。何が大変かと言いますと、坊さんに作るかわからない朝から待ってらっしゃる方が多くございます、何時何分じゃないですから、朝からちゃんと段取りして待ってますけれども、なかなか来ない。坊さんの方も坊さんの方で、朝早く行きましたら早いですねで、お昼過ぎたら遅いですね。朝から一生懸命バンバン参ってるんですけれども、なかなかお互い大変でございました。今年も面白い話がありましてね、私は多分こう推察するんです。多分、都会にいらっしゃいますお孫さんが帰省をなさって、おばあちゃんとの会話でこんなのことがあったんだろうなと思います。ばあちゃん、今日は暑いからアイスクリーム買うて。あ、お坊さんが来て帰ったらアイスクリーム買いまばあちゃん、坊さんいつ来るの。あ、もうすぐ来るから待ちなさい。で、待てたんだと思うんです。10時過ぎました。ばあちゃん、坊さんいつ来るの。もうすぐ来るから待ちなさい。12時回りますばあちゃん、坊さんいつ来るの。もうすぐ来るから待ちなさい。ばあちゃんはもうすぐ来る、もうすぐ来るって言うけど、坊さんいつまでも来ないじゃない。そんな話だったろうんだと思いますね。私じゃないですか、もう一人の同僚が、1時過ぎ頃に汗を拭き拭き、どうもお待たせしましたって入っていきましてね。それでお通りをしようと思ったら、そのお孫さんがタタタタタタッと来ましてね、坊さん遅いってバーッて来ましたね大変でございますね。檀家さんは檀家さんで、坊さんいつ来るかわからないから大変ですね。坊さんは坊さんで、いつお孫さんに蹴飛ばされるかわからない。そのようないろんなエピソードが今年もありましたね。いやいや、楽しいお盆の季節、いろんなドラマが起きてまいります。いや、でもね、あのお坊さんの方からしたらこれ被害者でございますけれども、加害者側の立場になって考えてみたんです。お孫さんの立場になったら、朝から待たされてますからね。俺は自分は悪いというよりも、その昼まで経っても来ない坊さんが悪いわけ。一発ぐらい蹴飛ばしてもいいぐらいに思ってらっしゃるんだろうなと思います。いやいや、大変でございますが、まあ世の中のいさかいとかですね、争い事って大体こんなもんですね。水戸黄門のように悪いもんといいもんがちゃんと決まってれば分かりやすいんですが、大概自分が正しいんです、相手が間違っている。だから悪と善の戦いではなくて、善と善の戦いなんです、ほとんどがね。そこが一番の問題なんですね。宗教戦争というのもほとんどそれでございましてね。今ここに出ていらっしゃいます方、この方が弁念さん、山伏の弁念さんですね。これがその弁念さんの懺悔の木像といいましてね、この方はどんなお方かといいますと、親鸞様を殺そうということをご縁といたしまして、専修念仏の見教えに応じていったお方でございます、かくいう私はどういう坊さんかといいますと、念仏唱えたら地獄に落ちますよということをご縁といたしまして、お坊さんになった坊さんでございます、そんなお坊さんを毎年毎年お盆の季節に呼んでいただくという真宗寺様の住職様は、本当に心の広いお方だなと、本当常々ね、拝まさせていただくんでございますけどもね、今日はそのお話、私の懺悔のお話も含めさせていただいて、話を進めさせていただこうと思います。山伏の弁念さん、先ほどの顔とは随分違ってまいりますね。さあ、私は幼い頃から
小学校6年の時におばあちゃんが亡くなりまして、2歳の頃からおじいちゃんとおばあちゃんに育てられました。そしておばあちゃんが亡くなって、兄が大学に行きまして、おじいちゃんと僕の2人の生活がずっと続きます。ご飯を作るのも全部おじいちゃん、ね、洗濯も全部おじいちゃんがしてくれておりました。そして小さい頃からお経さんあげてました。もろもろの造業脱出自力の心を振り捨ててってちゃんと暗記してました。しかしそれがもろもろのなのかボロボロのなのかはさっぱりわかりません、ね、そんな状態で大きくなって二十歳ぐらいの時に友達に誘われてある宗教団体の座談会に行ったんです。そうしますとちょうどその総代さんのようなこういう恰幅のいい紳士がですね前に出てきまして、黒板を使ってとうとうと説明をし始めます。いいですか、神道神様を信じたならば頭がおかしくなります。禅宗は天の魔物です、律は国賊です、そして念仏を唱えたら地獄に落ちますという話をされた。私びっくりしましてね、今までおじいちゃんから聞いていたのはお念仏というのはありがたい、お浄土に生まれさせていただくんですとだけしか聞いてなかった。え、地獄に落ちるってそんな初めて聞く、ちょっと聞き捨てならないのでその話もうちょっと聞かせてくださいと言ったのが運の尽きでございます。向こうね、そういうもう論破に欠けておりますからね、このように説いております。いいですか、中国の天台大師のお説によりますと、お釈迦様はご一生の中で行三のお経様を説かれました。一番最初に説き始めたお経様が華厳経というお経様、それはものすごく難しいお経様でございまして誰もわからなんだと言います。そこでこれはいかんということから、今度は阿言経から順々と分かりやすい教えからだんだんと解き連ねていきました。華厳、阿言、法灯、般若、そして、ね、40年を過ぎたところで法華経様を解き始めたんでございますというんですね。無量義経様に44年未見真実とある。今まで40年説いてきたお経様は法華経を説くための準備段階、まあ言えばありがとうございますね、笑っていただかないと、これそうだと思って聞いて帰られましたら途中退場なさらないとちゃんとね最後まで聞いていただかないと偉いことになりますんでね。それでどこまで来ましたか、そう、華厳、阿言、法灯、般若、いわば法華経様の家を建てるための足場にしか過ぎませんですよ。法華経様という大きな家ができた後はその足場は全部取り払わねばなりません。念仏の教えというのはちょうど華厳、阿言、法灯の法灯寺にあたります。だから法華経を説いたその後は全て捨てて法華経様に帰依しなければなりませんよという話、その後があります。法華経様の碑文にはこの経を誹謗する者は阿鼻国にいるとありまして、この法華経様をバカにしてそする者、そしる者は阿鼻地獄、無間地獄に押しますよとありますから、いつまでも念仏を信じて法華経様を信じない者は紛れもなく地獄に落ちるのでございますととうとうと説明されまして、私はその時にこれは大変だと思ったんですね。コロッとね、信用してしまったんです。そしてその会の方に相談しました。僕はずっとおじいちゃんに育てられてきました。おじいちゃんは念仏を説いて人様に広める布教師という仕事をしております、ね。そうしましたら会の人に言われました。それは罪深いですねいいですか、自分が信じるのみならず人様まで誘って地獄に落ちているのですから罪深いですね、どうしたらいいでしょうか、それは救わねばなりませんね、どうしたら救われるんでしょうか、それは釈服をいたしなさい。釈服というのは論破して中止買いをさせる、よしやってみよう、
お経様を持ちまして、法華経様を持ち出して、おじいちゃんと論争するんです。今考えたら生意気なもんでございます。当時二十歳の男の子が、ね、80の法華経様に論争を挑むんです。おじいちゃん、法華経様には、ね、無量義経様には44年未見真実。それまでのお経様は本当のことは説いてません。最後に説いた法華経様が本当の教えなんです。地獄に落ちますよ。おじいちゃんも負けてません。いやそうじゃない、観無量寿経様というお経様はお釈迦様が法華経様を説いている御座を中断して苦しむ伊大家のもとに来て説いてくださったお経様じゃ。けんけんがくがくの宗教論争を孫とじいちゃんがやるわけですね。しかしこれは何百年の歴史の中で法華さんと念仏がやってきたこの争いを一晩二晩じいちゃんと孫がやっても話になりません。ダダダダーと喧嘩をいたしました。私はぷいっと家を出てしまいました。家出をしてしまいました。そしてその会の方々とずっとお近づきになって話をするんでございますけれどもね。そうですか、おじいちゃんを説得することできませんでしたか。残念ですね。でもこのままね、ではダメですね。なんとかおじいちゃんを救わねばなりませんね。おじいちゃん救ったらどうやったらいいんですか。そうですね、あなたにはまだその力がないですね。ならば功徳を積んでおじいちゃんを救ってあげましょう。どうやったらいいですか。そうですね、あなたにはまだその力がないですね。ならばみんなでこの座談会にお友達を連れてきてね、作ってあげましょうね。じゃあやってみよう。早速友達に電話をかけました。久しぶり、僕やけど今度ちょっと会わんか。喫茶店に呼び出しました。そこで始めましたのが44年未見真実って話を始めた。お華経様が本当の教え。優しい友達は最後までちゃんと聞いてくれたんですが、座談会には来てくださいませんね。そのまま帰っていきました。よし、友達次に電話してみようって電話をしましたら様子がおかしいんです。もしもし、あ、俺やけど。どうした、何の用。今度会わんか。今俺ちょっと忙しいね、ごめんな。ガッチャンと切られました。そうです、一番最初に聞いてくれたその友達が裏で電話をかけていたんです。おいおい、あいつなんか変な宗教最近かぶれたぞ。お前どこも電話行くと思うからな、早めに切った方がいいよ。そんなことで私に勧誘される人は一人もいなくて助かったんでございますけれどもね。私は真剣でした。悪いことしようと思ったんじゃないんです。おじいちゃんを地獄に落としちゃなるものかと思って頑張ってたんですね。でも考えてみてください。おじいちゃんの立場としては念仏を広める布教師の孫が友達に電話をかけまくって宗教勧誘をしているんですよ。面目丸つぶれってやつではなりましたね。でもその時僕は必死でした。おじいちゃんを助けないかと思ったね。それである会館にありましてね、まあ、これほど立派な会館ではないんですけれどもね、そこら辺にあると思います、ね、そこの会館で体験発表をいたしました、そして前に縁台に立ちますと面白いですね。だいたい2人ペアが来てるんです。1人の人はニッコニコです。もう1人の人も嫌そうな顔で2人並んできてます。あ、会員さんやな、あ、誘われてきた人やなってすぐ分かる。そこで私が体験発表しました。はい、僕のおじいちゃんは念仏を広める、ね、布教師です。しかしおじいちゃんを悪道に落とすわけにはいきません。どんな苦労をしても必ずおじいちゃんを救いたいと思います。たとえ大海の水をひしゃくで汲むような努力をしても僕はおじいちゃんを救いたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ぶわーっと満堂の拍手です。後で気がついたんですけれども、この時私が使ったこの秘釈の例えというのはどこに出てくるかと言いますと、法華経様には出てこないんです。実はここの
南無阿弥陀仏の御教え、大無量寿経様の中に出てくる教え。私はちっちゃい時からおじいちゃんが説教の練習するのを横で見ながら遊んだりしてました。その中におじいちゃんが柄杓の例えを使ってで説教してたんです。聞くずとはなく聞かずとはなく、その話を聞いて知っていたんですね。私がたとえ南無法蓮華経の会館で、ね、話をしているその時でも、無量寿経様のその南無阿弥陀仏の御教えは私につかず離れずご一緒してくださっていたんだなと、その時は思いません。今になって味がたいなと味わわさせていただくことでございましたね。しかししばらくしておりますと、これがですね、そのこの会館の中ですね、この会館の中でございます。本山の横にあったこういう会館、私も一回行ったんです。ここにね、登山をしたことがあります。でもやっぱり友達に電話しますと嫌われますので、だんだんとお眠りになるんです、ね、そういうふうに一緒の教団では言う、お眠り、お眠りになる。そうしますと大問題が起きました。しかしこの一件をご縁として、昨日の友がほんほんそうなるんです。あれ、間までお友達徳の高い方でって言ってたのがガラッと変わって、まあ今でも訴訟なさってらっしゃるそうですよね。そこで僕は悩んだんです。え、どっちが正しいの？いや、もしかしたらどっちも正しくないの？え、そこで悩んだんです。ということはちゃんと仏教を根本的に学ばないとどっちが正しいかわからないぞ、これは。そう思い始めたのが大体25歳ぐらいでございましたかね。一度勉強してみたいと思っておったことでございます。そしてこの会館がこのようにね、壊されることになりましてね。そして私は一度勉強したいと思っておりました。そして28歳の時に、私も他のいろんな人生の中で転機が迎えましてね、そして一度本当に仏教の勉強をさせていただきたいと思いまして、おじいちゃんに頭を下げたんです。おじいちゃん、なんとか仏教の勉強を最初からしたいと思いますけれども、仏教の学校にやっていただくわけにはいきませんでしょうか。いきませんどんなこと言うてきたんですか。念仏唱えた地獄へ落ちるぞって言ってた孫をですね、こんな学校に入れたらとんでもないことになるでしょう。そこで44年始められたらたまりませんからね。でもおじいちゃんとか父とか、それで兄のいろんなこの話を聞いてるうちにですね、どうしてもやっぱり勉強させていただきたいと思いました。そしておじいちゃんも、こいつはもしかしたら本気かもしれんなと思ってくださったんでしょうね。それならば東京ではダメだ、大阪にこの、ね、仏教学院があるから、そこで一から住み込みで勉強しなさい、ね、最低限度のお金を、授業料を父に出していただきまして、それでバイトをしながらここで住み込みで勉強するようになりました。そうしますといろんなことが分かってくるんです。インド中国仏教史ね、インドで発祥しましたその仏教が中国を渡って日本に来ます。その流れをすべて学びますといろんなことが分かってまいります。まあ先ほど言いましたね、 お釈迦様は一生のうちでいろんなお経様を説きました。一番最後に説いた法華経様が正しい教えだって聞きましたね。もう一つありました、法華経様をバカにしたら地獄に落ちるぞっていう御門が法華経の中にあるって聞きましたね。もう一つ大事な御門があったんです。どんな御門かと言いますと、ここ大事です。法華経様の中に食類本という部分にこう書いてあります。法華経様が信じられない人には
如来様の他の教え、世の人望、他の深い教えと書きますので、人望によって喜ばしなさい、教えを説きなさいと書いてあるんです。それ初めて聞きました。あれ？ね、もし法華経様が信じられなかったら、南無阿弥陀仏で救われなさいって法華経様に書いてあったんですよ。いや、これはびっくりしましたね。だから当然念仏唱えても地獄には落ちないんですよ。いやー、よかったと思うと同時に、もう一つえらいことをしてしまったなという、目の前真っ白、頭、真逆ですか、あ、目の前真っ黒、頭真っ白っていう状態ですか。いや、とんでもないことしてしまったなという冷や汗が流れました。もう一つ突っ込んだ話をしますか、ね、天台宗を開かれた天台大師がちょっと難しい話で恐縮ですが、華厳、阿厳、法堂、般若、一番最後に説いた法華経様だから正しいですよって説いておりました天台宗の天台大師、これは本当でしょうかという問題。実は現在では、これはですね、鎌倉時代はこれが常識だったんです。すべての教えは、ね、お釈迦様が説いた。しかし今の科学でよく文献を表してみますと、大乗仏教というのは法華経様、念仏の教えもそうですが、ほとんどがお釈迦様滅後500年ぐらい経って出来上がった教えだというのが今の常識になってます。だから天台宗を開かれた天台大師が言われました、華厳、阿厳、法堂、般若というこの組み立て方は崩れてしまう、本当じゃないんです、ね、ということはですね、法華経様というのは素晴らしい教えですね、素晴らしいから救われるなら分かります。ただ法華経様が最後に説いた教えだからというのは言えなくなってくるんです、ね、私は法華経様をバカにしてるんじゃないですよ。法華経様は素晴らしい教えです、ね、ぜひ皆さんも読んでいただいたらと思います。そして天台宗も素晴らしい教えです。法華の元祖ですからね。第一、法然様も親鸞様も道元様も日蓮様もその天台宗のおかげで、ね、幸福になるわけです。素晴らしい教え。もちろん日蓮宗さんも素晴らしい教えです。女人成仏をちゃんと説きましたね。そして幻想のエコーといいまして、ね、仏の世界から何度も私たちを救うために行ったり来たりするという見教えまでちゃんと入った素晴らしい教えなんですけれども、最後に説いたから正しいということは言えないんですね。じゃあ逆に言って、南無阿弥陀仏の教えはどうなのか。法然様は2つに分けました。口に唱える南無阿弥陀仏とそれ以外に分けたんですね。これは何を根拠にしているかと言いますと、お経様が後から説いた、初めに説いたじゃないんですね。自分にとってふさわしい、自分ができる教えかできない教えかによって2つに分けたんです。そうです。だから最初や後や500年後やなんていうのは全然関係ない。私にとってね、愚痴の法然坊、三学の器であらずこの法然坊に合う教えはないか。ね、お蔵の中で20数年かかって一生懸命一切経を何度も読んで、自分にふさわしい見教えをやっと見つけ出したのが南無阿弥陀仏の教えだったんですね。法華経様は素晴らしい教えです。しかし自分にとってそれができなければ、これはねえ、猫に小判、小判なのは間違いない。私たちの方が猫なんです。ボブにとってはちょっと位の高い、良すぎる教えなんです。まあ、例え話しますよ、分かりにくいですから。私以前お坊さん、おじさんにバーバリーのスーツをいただいたことがあります。バーバリーのスーツは高いですよ、十何万します。お前にやるわ、いただきました。いや、よかった、バーバリーのスーツで来ましたらこんなんですダボダボでございましてね、なんかもう子供がお父さんのスーツ着てるような感じになりました。
バーバリーのスーツは素晴らしいですよ。でも私に合わなければ何もなりませんでしょ。バーバリーの悪口を言うんじゃないですけど、私に合わないんです。法華経様は素晴らしいですけど、私に合わないんです。だから私にちょうどいい教えは南無阿弥陀仏の御教えだというのを法然様は言われたんですよ。だから地獄には落ちないんです。さあ大変なことになりましたね。私はどんなことをしてきたんでしょうか。本古が営まれまして、そこで法華経様がこの弁念のお話をされたんですね。弁念様のお話をされました。その本堂の一番後ろの端に僕は座って、一人だけ涙ボロ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 こぼして泣いておりました。とんでもないことしたな。もしくはそのこの弁念さんの気持ちがよく分かったんですよ。弁念さんは、念仏唱えた地獄に落ちるどころじゃないですよ、親鸞さん殺そうとしたんですからね。だから自分の犯した罪に本当に後悔して涙ボロボロと私も泣いておりました。そして御年、まあ年が35ぐらいになりましてね、もうお坊さんの資格もいただいた、布教様の資格もいただいた、お寺様でお手伝いもさせていただいております。しかしおじいちゃんにどうしても言わねばならんことをまだ言うてなかったんですね。当時元気だったおじいちゃんももう恍惚の人となりましてね、もう家に帰りましたらもうっとしてます。認知症の状態でも僕が帰ったのは分かるんです。おじいちゃんただいま、おおお前か、おおどうする。ちょうど家の者が誰もいなくて、僕とおじいちゃんと二人っきりでございました。それで今言わないともう一生後悔すると思ったんですね。それでおじいちゃんの枕元に行きまして、おじいちゃん声をかけるんですけども言えないですね。なかなかごめんなさいって言いづらいですよ。おじいちゃんのおかげでね、お釈迦様が説いた本当の教えが何なのかよう分かったわ。おじいちゃんのおかげでね、念仏の御教えが何なのかよう分かったわ。おじいちゃん長いこと迷惑かけたね、心配かけたね、本当にごめんねおじいちゃん、心から謝らせていただくことができましたがね。でも私はですね、よほどしぶとい性分だろうなと思うんです。この教団の方を悪く言うんじゃないですよ。この私を救うためには法華経様の教団と南無阿弥陀仏の両方の、仏様が手に手を取って、こいつはなかなかしぶといぞ、このような逆縁を起こしてまでもそうしないとこの両の手は合わんやつや、そういうことで私をこのような、逆縁に合わせて見事を収めとってくださったことやな、この教団の方にも本当に心から感謝をさせていただいておることでございました。思い返せばもったいない、以前は同じ田敷山で聖人様を殺そうと真理の炎をたぎらせて、滝の衣に鎖片びら、手には邪剣の弓振り絞り、透け狙うておったのに、今日はあなたのお帰りを待ち焦がるるこの板敷山。昔も待った今も待つ、待つに好みは変わらねえど、昔と今は住みと雪、山も山、道も昔に変わらねえど、変わり果てたる我が心感動。